ご当地アイドルくるみです。せーの、くるみの笑顔で世界のくるみます。イエーイ。それでは自己紹介します。はい、スライド担当のカレンこと高松カレンです。せーの、カレン。ありがとうございます。はい、黄色担当レオこと水原レオです。皆さんレオちゃんって呼んでください。せーの、レオちゃん。ありがとうございます。はい、リーダーのピンク担当ちーちゃんこと愛藤千尋です。皆さんでちーちゃんって呼んでください。せーの、ちーちゃん。ありがとうございます。はい、赤色担当の中村亜美です。亜美ちゃんって呼んでください。せーの、亜美ちゃん。ありがとうございます。はい、オレンジ担当姫たんこと北条姫香です。姫ちゃんって呼んでください。せーの、姫ちゃん。ありがとうございます。はい、黄緑担当のくーちゃんこと福井クレハです。くーちゃんって呼んでください。せーの、くーちゃん。ありがとうございます。はい、今日は来てくれてありがとうございます。まだまだルシャナさんもアニマドールさんもあるので盛り上がっていきましょう。次の曲はかっこいい曲になっているので皆さんも一緒に盛り上がっていってください。アンサI'm not afraid to die.
しています。そして11月27日に私たちの地元中本のクラブマッシブさんというところで3周年のワンマンライブが決定しました。イエーイ、ありがとうございます。その詳細はホームページブログ等に書いているので、はい、皆さん CULUMI くるみで検索してください。そして、はい、続いて歌わせていただく曲は、はい、私たちが12月7日にユニバーサルミュージックさんよりメジャーデビューさせていただく地獄ダイヤという曲になっております。はい、この曲はですね、室町時代に私たちの地元堺に実在したと言われている伝説の女性の歌となっています。自ら地獄と名乗り強い人生を歩んだ方なので、その強さを私たちなりに表現した曲になります。今までのくるみにない世界観だったり楽しさだったりを伝えれたらなと思っています。次の曲で最後になるので、はい、ありがとうございます。最後、今日はちょっとかっこいい曲続きなので ね、はい、衣装もかっこいい感じなので、このまま最後地獄ダイヤで締めたいと思います。皆さんぜひ聴いてください。地獄ダイヤ、リリースイベントを開始してまして、はい、今日のグッズ販売では予約、特典会とかさせていただくので、はい、ぜひ私たちとぜひスクラッチカードで特典が決まるので、はい、ぜひ、はい、遊び心も含めて楽しんでもらえたらなと思います。以上、私たちは堺選手ご当地アイドルくるみでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あーちーちゃん、Okay, bye. I'm gonna go.